阪神831系電車京福電機鉄道、デナ500系電車デナ500系、電車京福電機鉄道デナ500系電車は、京福電機鉄道営山線で1983年まで使用されていた通勤系電車。1964年に阪神831型を譲り受けたもの。阪神831型として1928年に重量が、 田中車両で翌1929年には重量が川崎車両でそれぞれ製造された。正面は貫通路を備えた平面上3枚窓の形状。優等列車運用に充当され軌道線での乗降運用がなくなったため、客用扉はステップレスで当初よりドアエンジンを装備していた。自動診断制御でモーターは4個であったが、電気ブレーキは装備していない。 終電装置は当初ポールであったが後にパンタグラフに改められていた。阪神での大型車の導入は当初普通用の各形式を中心に性能的にも差のあるジェットカーと呼ばれる車両により行われていたが普通用の置き換えが一段落した1963年から優等用の各形式への大型車の大量投入によりこれら小型車の置き換えが開始された。 一方、永山線では当時小型木造車、でない地形淘汰を控えており、また列車衝突事故の影響で車両不足の状態にあった。しかし乗客は減少傾向にあり、新車の導入などとても望めない状況であったことから、他の鉄道で廃車となった車両を譲り受け、あるいは部品調達で車体心臓などが検討されていた。そのような状況の中で、 車体も伝送品も大改造の必要のないことに加え、無人駅の多い動線で便利な車体間に客用ドアのある動車を譲り受けることとなり、1964年に重量が入線している。まず839.848、834.838、501から504の4両が譲り受けられた。入線に際して終電装置はシングルポールに戻され、 弱開示を使用しないように制御回路が改造された、ほか、張り出し型ステップの幅修正が行われている。当初は密着連結機のままで、車番や所属表記もペンキ書きであった。このグループは型押し、式ブレーキの台車を装備している。次の2両、837.841、505から506は、勾配線を意識して台車は、 抱き合わせ式ブレーキに改造されたものを振り返って入線している。最後となった4両、842.847、849.843、507から510は、同じ抱き合わせ式ブレーキながら、もともと881型に使用されていた、U 型エコライザーの台車に振り返って入線している。また当初より、エーデン電灯の台円形の車番表記と放金製の、 社名表記が取り付けられ、客用扉下のステップは箱型のものに改造されていた。先の6両も順次取り付け、改造がされている。505以降の6両は、勾配線を意識して、抱き合わせ式ブレーキとしたものの、電気ブレーキを装備していなかったことから、日県、茶屋駅より、先の急勾配路線では営業運転されていない。連結運転時に貫通路が使用でき、 放送装置も備えていたことから、車掌の一人乗務が可能で、全長14.3メートルと他の車両に比べて、小ぶりでもあったことから、連結運転されることが多かった。乗務員室が狭く専用扉もないことから、乗務員には不評であったが、客室との仕切りは、棒一本で取り外しもできたので、特に乗務に支障はなかったようである。一方で、 デナ21型と同様の窓状の R や両端と中央の三枚扉など従来の車両との類似点も多く乗客には特に違和感なく受け入れられたようである。ただ軽的のみは他の車両と異なり最後まで p ーという国鉄機関車に似た余韻の少ないニオンのものであった。その後放送装置を廃止してスピーカーは形状を残したまま塗りつぶし 1966年4月までに自動連結機への取り替え。1972年に MG を取り付け車内照明の交流化。1973年に終電ポール先端部をトロリーホイールからスライダー周に変更。1975年からは一部運転台のエッジゴム化などが行われている。しかし収容能力が小さく。 運用制限があることなどからデオ600型へ置き換えられることとなり、1978年から改造が始まる。10月には改造のため運用を外れていた508.510を除く8両に終電装置のパンタグラフ化が実施された。デオ600型への改造が早急にはできないこともあり、前後して外販更新、一部車両の通常を連結しない側のホロ撤去。 連結運転が増えたために502.504-506の MG 撤去が行われている。1979年にデオ600軽春工で508.510が車席上も廃車されたのに始まり、順次6両がデオ600型と置き換える形で、残り4両が余剰を理由に廃車が進み、1983年に残った505.506の廃車で、 形式消滅している。なおこの2両は、もともとは弓型イコライザーの抱き合わせ式ブレーキ台車を履いていたが、605.606製造時にシングルブレーキのものに取り替えられていた。ありがとうございます。